皆さんこんにちは、森岡龍です。突然ですが YouTube 始めます。まあね、最近タレントさんいろんな人を YouTube やられてると思うんですけれども、まあ自分は自分らしい、YouTube がやれたらなと思っております。はい。とはいえね、なぜ今突然みたいなことを思ってらっしゃると思うんで、まずは簡単に自己紹介をしながら説明していけたらなと思います。32歳、東京都出身の役者をやらせていただいております。とはいえね、小さい頃は役者じゃなくて、心理学者になりたかったんです。15歳から18歳までの3年間アメリカに留学してたんです。ネバダというところなんですけれども、まあ、心を研究したいと思っていました。で、ある日とある研究所のセミナーを受けようと思って、ラスベガスからリノっていうところに向かって旅立ったんですね。で、当時乗ってた車が、エアコンがついてなかったんで、ついてなかったというか、壊れてたんですね。で、真夜中に出発したんです。でね、走ることかな、まあ、小1時間ぐらいですかね。突然ね、ラジオが途切れちゃったんですよ。ご存知かもわからないんですけど、ネバダのハイウェイってもう街灯もないし、真っ暗な、まっすぐな一本道なんですよ、砂漠の。8時間ぐらいですか？どのチャンネルつけてもですよ。静寂。もう、ノイズ？これ耐えられないなと思って。無理と思って。もう一人でこう気分を上げるためにデュエットこう歌ってみたり、ブツ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 喋ってみたりしたんですけど、全然耐えられなくて、睡魔が襲ってくるんですよ。でもう眠くなっちゃって、もうこれダメだなと思って、もうとにかくもう車を止めて降りたんです。やっぱり眠い時って、やっぱり体を動かすのが一番だなと思って、あ、そうだ、体操やろうって思ったんですよ。その時、僕、英語があんまり達者じゃなかったんで、記録用に、こう常日頃から小さいハンディカムをこう回してたんですよ、カメラを。で、その時の映像がちょっとあるんで見てください。こちらです。全然ダメでした。体操楽しくないやと思って、眠気も収まんないし、なんかそんな時におじいちゃんに言われた言葉を思い出したんですよ。龍は何をやるにしても心がこもってないと。心がこもってない、まあまあまあいいや。でね、その時、まあ心を込めてね、体操してみようと思ったんです。僕1988年生まれなんですけど、当時なんかエアロビクスっていうなんか体操みたいなのが流行ってまして、それをちょっとね心を込めてやってみようと思って、体操のような運動のようなものなんですけど、まあそれをね心を込めてやってみたんです。何あれ、 UFO？ UFO？ このことがきっかけで、心ある体操にはまりまして、なんて言えばいいんですかね、心がないと、まあ言われてた自分、こう心のない自分が心ある自分に目覚めるというか、気づくというか、そういうきっかけになったんですよね、そのことが。まあ心がない人って一体何なんでしょうかね。まあ共感とかができない人だったり、自分の感情に意味や理論をつけたり、なんていうか、まあそういうことだと思うんですよね。まあとにかく僕はそれからいろいろありまして、心ある体操っていうものを
毎日研究しているんです。というわけでですね、今日は皆さんに、心ある体操をぜひお見せしたいと思っております。